宝剣寺は、香川県高松市にある高野山新言宗の寺院。三号は、利剣山。本尊は、不動明王。宝仙寺と共に、佐抜生駒この菩提寺である。伝承によれば、奈良時代の天平年間、玄丸亀市伊山町下宝軍寺に、宝君寺が回帰。しかし、少なくとも、鎌倉時代以後に廃寺となり、本尊寺宝を、島田寺へ移した。 その後、伊駒マ・チカマサが佐ヌ木に入法すると、宝君寺を再建し、吉住商人に事務を取らせた。近カマサの死後、息子の伊駒マ・カズマサは、近カマサの墓所内に、宝君寺を移転し、近カマサの戒名を取って、光賢寺と改称、子が名器を島田寺から移転し、同寺を光賢寺の末寺とした。1868年のとば、 伏見の戦いで幕府側についた高松藩は、朝敵となり、迫る官軍の政党を回避するため二人の家老の首を沈没しに差し出した。1月18日、そのうちの一人の小川またいが切腹したのが、当時である。これによって結果的に、高松を戦火から逃れさせることができた。2016年、生駒マチカマサ弱用の甲冑が、 秋田県由利本城市の流源寺から寄贈された。四代高都市が、生駒騒動により1640年に、では国由利郡八島に改役されてから376年ぶりの里帰りとなった。ありがとうございます。